登場にあるレジナルド・ハリスの銅像マンチェスター・ベロドロームはイングランド大マンチェスタ州マンチェスターに所在する屋内自転車競技場。設計はポップ・ヤラスが担当した。最大3500人収容できる。1996年開催予定だった夏季五輪の自転車競技の会場を想定して1994年9月に開場した。 イギリス自転車競技連盟の本部も同競技場内にあるため正式名称はナショナルサイクリングセンターである過去に3度の UCI トラック世界選手権が開催されこれまでの15の世界記録が出ている2002年コモンウェルスゲームズでは自転車競技のうちトラックレースを開催また UCI トラックワールドカップクラシックスも何度も同競技場で開催されたかつては レボリューションシリーズも実施していた。ブリティッシュナショナルトラックチャンピオンシップスの開催地でもある。マンチェスタービラドロームレコーズ。マンチェスタービラドロームオフィシャルサイト。2011年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005年12月24日閲覧。ありがとうございます。